エスプロラジオ特別編、コーチにインタビューということで、今日はお二人に来ていただきました。自己紹介をお願いします。森田翔です。お願いします。石川幸喜です。お願いします。はい、ということで、エスプロラジオの特別編、コーチにインタビューという形で、今日は若手のお二人の翔コーチと幸喜コーチに、来ていただいて、話をちょっとずつ聞けたらなって思います。はい、まあ、みんな気になってると思うんで、まあ、そんな緊張せずにフランクに答えてください。はい、まず翔コーチから、その生まれがどこでとか、どこで育ちましたみたいなのをちょっと聞かせてください。2001年10月4日まあ元鳩ヶ谷市に生を預かりまして、言うやん天秤座蛇年で、ずっと川口で、まあ、もともと合併するまで鳩ヶ谷で育ちました。翔コーチの年齢は一つ下で、もう一緒だよね。鳩ヶ谷で育ってきました。はい、1個下が幸喜コーチですよね。そうです。幼稚園も一緒ですか？幼稚園も一緒。あの、親同士が幼なじみで、兄弟、上のお姉ちゃんたちも幼なじみで、自分たちも幼なじみって感じです。はい、小学校は一緒？小学校も一緒？小学校は違うね。あ、違う。うん、中井小で南小です。あ、サッカーを始めたのは幼稚園からですか？いつからですか？これは幼稚園からですね。年長さん、年中ぐらいから。それはもうその幼稚園でやってたのですか？いや、違います。なんか親のお友達のなんか紹介でクラブチーム入ってましたね。翔コーチは？俺も多分年中年長ぐらいからボール蹴り始めて、チームに入ったのは1年生です。これ同じチーム？いや、違うよね。違う。あ、全然違う。うん、違う。それはどうやって入ったんですか？あ、幸喜コーチは親ということで、翔コーチは？あ、俺はあの家の裏が鳩南だったんで。あ、南小で、南小の家が目の前だから、はいはいはい、鳩南入って2年生まで。なるほど。小学校の時とかも別に一緒に遊んだりしてた？してたよ。うん、してた。サッカーとかして、それは関係ない？サッカーもしたし、家でも遊んだし。へえ、仲いいな。幸喜コーチと翔コーチとだけ？もう何人かいたの、幼なじみのグループは？一瞬いた、朝日コーチ。一瞬だけいた。なるほど。みんな僕も知らないよね、多分。知らないんじゃない？イタルとか多分覚えてたと思う。まあ、その3人ぐらいで遊んでたって感じですか？そうですね。小学校の時のサッカーとかで思い出に残ってることとかあります？幸喜コーチ。その幼稚園に入の頃に入ったクラブチームは変わらなかったんですか？ずっと一緒でしたね。ずっと小学校卒業まで同じチームでやってましたね。なんか思い出残ってることあります？思い出、サッカーですか？何でもいい。何でもいいですか？何でもいいけど。小学校の時の思い出、ありますね。あの、俺小学校の時、あの人生最大のモテ期だったんですよ。違う。いいよ、続けて。小学校の時ってなんか足速いがなんかモテるみたいなあったじゃないですか。足めっちゃ速くてなんかモテモテでしたね。ただそれだけです。はい、それぐらいですね、思い出は。バレンタインは？バレンタインはたくさんもらいましたね、小学校の時は。はい、あんま覚えてない。何個とか？もう数えきれない。数えきれないぐらいですね。ちょっと覚えてないです。すごい。小校長？俺は鳩南多分2年生の時に辞めて、うん、そこからソロバンに走った時期があって、サッカーそうだったの？そう、2年生から4年生までソロバンやって、もうサッカーも辞めて、あとお姉ちゃんがやってて空手とかやってたんですけど、で4年でエスプロできて入って、でもまあ同じっすね、幸喜と。やっぱ足速かったのモテましたね。バレンタインももう配るよね、みんなに。逆にね、うん、食べきれないから。恥ずかしくなってきた。いや、結構恥ずいあれになるよ、多分。その自分がかっこいい路線で行くと難しいな。まあいいけどね、全然。そっか。
あれでエストロに入ったのはなんで入ったの？その前田東で、多分俺2期生だと思うんですけど、前田東でやってるのをちょくちょく見てて、ちょうどそろばんも飽きてた頃だったんで、でお母さんたちの目の届く範囲で入りました、ね。あとお母さんが練習着が可愛いからって言ってました、ね、水色も可愛いもんね。確かに、そっか。1期生じゃないの？1個浮いた？いました。何人かいた？2人か3人ぐらい、多分。あ、じゃあその子たちが1期生？そうですね。連絡取り合ってますか？1人だけまだ取ってはないんですけど、連絡は持ってます。あ、繋がってる人はいる。最後に会ったのは多分2年前とか。もう何もないです。でもその頃ってチーム活動してないんでしょ、エスプロって。そんなに。そうっす、5年生とかから試合できるようになってって感じでした。ショーコーチが入った時はもう同い年も何人かいたの？その今も普段遊んでる子たちとみんなで入りました。あ、一緒に。ちょっと時期ずれとかで。で、川口カップとか出るようになって。そうです。5年生から普通に試合出てって感じ。そうです。1個上の試合とかにも行ったってこと？もう出てました。コーキコーチはどんな感じのクラブチームだったの？試合はバンバンあるかって。バンバンありましたね。なんか4年生からなんかうちでいうなんか選手クラスみたいなのが始まる制度だったんで、なんか3年生の時に選考みたいなあって、で4年生からはそういう大会とか公式戦に出てましたね。うちのクラブは。川口カップとかは全然違う？もそのやってる練習場所が川口市内だったんですけど、埼玉市だったんで、埼玉市の大会に出てましたね。川口カップとかは出てないです。なるほどね。川口カップって川口カップの名前のまま合ってる？まんまだったと思います。鳩ヶ谷カップとかじゃない？じゃないです。鳩ヶ谷市。え、でもエスプロができた時はまだ鳩ヶ谷市。え、ギリギリ。あれいつから？3年生とかじゃなかった？そう、それぐらい、うん。あ、じゃあもう川口になってからなんだ。エスプロは知ってたんですか？知ってました。できたの？はい。で、翔コーチが入ったのも知ってた？知ってました。入ろうとかは思わなかった？いや、全く。そっか、はい、勧誘もなく、翔コーチからの勧誘も、うん、一緒にやろうとかになんなかったの？なんなかったっすね。どうせ中学で一緒になること分かってたもんね。そうだね、確かに。あ、そうなの。中学でクラブチーム受けるとかそういう選択肢は一切なかったの？あ、俺は受けました。アルディージャと、はいはい、クラブヨノと、はいはい、ワン FC。 あ、川越水上。でもお母さんが絶対通えないよって言われて、まあ、受かったのがヨノとワン FC だけだったの。他もちょっと受けたんですけど、受かったのは多分その2つだけだったんで、もう普通に部活でいいかなっていう。ショーコーチはでも小学校の時からトレセンですよね？そうです。何年生からですか？5年生。5年生から。コーキコーチは違う？これは小学校の時はなかったっすね。なんか多分埼玉市だからか。はい、そうですよね。チームの母体が埼玉市にあるってことですか？そうなんですよ。だから川口市のトレセンに入らないのか。はい、なるほどね。じゃあもうそれも全然違うんだ。違いますね、はい。中学でクラブチームやるとか思わなかったんですか？たまになかったっすね、クラブで やるっていうのが。あ、じゃあ受けてもない？受けてもないっす。へえ、はい。だから翔コーチが行ってんの知ってる状態でも八幡木選んでるってことですもんね。そうですね、それもありました。もう学区がね。そう、俺らもう八幡木の学区だから、うん、法律行くならそこしかない。だからもともと強かったもんね、うん、八幡木中その中学校が、うん、俺らの上の代が結構強いって有名だったんで、俺らの代で崩れたんですよ。ここでぶち壊してみたいな。そうか、はい、なんで仲悪すぎて親とか出てくるんだよね、うん、なんでうちの子試合出ないんだみたいな。で先生も弱いから。そうだったね、うん、強い代の先生とコーチとか小コーチも見てた先生は一緒？一緒です。一緒の先生。じゃあもう普通に選手が良かったから、その前の子たちが強くて、うん、って感じか。マジでそうっす。その先生の力ってわけじゃない？そうです。あのやっぱそうだね、中大連だから先生来ないんですよ、部活に。はいはい。だからもう毎日決まった練習だけやってって感じ。でも試合は来るでしょ？土日は大体。試合の指揮はしてくれるんですよ、特に。俺された記憶ない。はい。自分たちでフォーメーションとか。そうです、そうです。ああ、それはそれででも楽しい。楽しくはないのか。楽しくはなかったかな。え、キャプテンは翔子違ったの？いや、俺は外れました。ふざけすぎで。
副キャプテンにもなってない？なってないです。ゲームキャプテンはやってました。あ、部長とかは一票も入んなかったですね。なんか全員で投票みたいな感じだったんですけど、一票も入んなかったです。信頼ゼロだった。信頼ゼロうまいだけ。高校中はでも、高校中は副キャプテンでしたっけ？いや、キャプテンやってました。中学校の時は部長とキャプテンやってて、まあ、じゃあめっちゃ信頼感ある。そうっすよ、本当に。じゃあ高校中がスタメンとか決める、フォーメーション、まあ、先生と話し合って決めたりもしてましたね。どの選手をメンバー入りするかみたいなのも。すごいね、はい、結構すごいポジションにいるじゃん。そうなんですよ。今でも考えられない。考えられない。考えられない。小コーチの代でも試合に出てたんですよね、高コーチは。1個上で。いや、出てはなかったですね。メンバー入りはしてたんですけど、完全にスタメン。俺らの代の先、まあ、後期に当たる俺らの代の人たちが、もう結構クソだもんね。うん、マジで。そのなんか、試合、メンバー選ばれない人全員ボール拾いみたいな、はいはいはい、タイプで、そのちょっと権力を持ってるやつが。うん、だからもう走ってたよね。走ってた、走ってた、走ってた。ボール拾いして。あ、それはその子が決めてたと。いや、もう部長がすごいいい人で、うん、だ誰にでも優しいから、みんなの意見飲んで飲んで、じゃあそれでいったってなっちゃうから。そうなんだ。で、うまいんですけど、その子も、はいはい、ちょっと意志が弱くて、その子の親なんですよ、その試合出せみたいな言ってきたりしたの。だ、それで走ってばっかだったよね、俺らいた時は。うん、人数も分かったしもね、うん、翔太氏の代は何人ぐらいいたんですか？46から82だから40人ぐらい。すごっ。多分めっちゃいたよね。私立じゃないんだもんね。ただの公立中学校で。公立中で、だって一学年何人なの、そもそもが。結構いたよね。200ぐらい。200ぐらい、100人ぐらいで、男子女子共学でしょ、うん、じゃあ100ぐらいってことでしょ。100のうちの40何人がサッカー部って、もう半分ぐらいじゃん。俺らはそうだったね、うん、半分ぐらいサッカー部なんだ。すごい。それででも1個下でもメンバー入ってたってこと？入った時もありましたね。あ、じゃあ結構すごいし。だって30人ぐらいは入ってないってことでしょ。6、そうだったよね。3年なのにメンバー入ってない子もいるってことですよ。いますよ、めちゃくちゃいたもんね。だって中学からサッカー始めたこともいました。もういました。まあちょくちょく。クラブチームの例えばエスプロ以外の強いチームから八幡木に来る子とかはいたの？アルコ、ハトナンしか思いつかないわ。アビン、アビネは。それぐらいじゃない、本当にここら辺の子たちが集まってたよね。うんうん、特別なんかどっか超強いチームから来るとかはなかったですね。みんな別にクラブチーム行かないやつらは、全員上手いやつらも公立中に入っちゃってたの、普通に。そうだったよね。特に翔太君。なかったよね、上手いやつなんて。まあ確かにね。トニシとかぐらいだね。そうだよね。なんか違う、これ中学校の戸塚西中学校っていうところがすっごい強くて、そこに行くとなんかね、うん、まあ、この子たちうまいんだろうなみたいなのがありましたけど。ちなみにその八幡木が強いっていうのはどのレベルまで行く感じなの？県体は行くってことですか？県体は絶対行って出てた。県のあれを覚えてない。俺が1校上で出てた時は高窓が16ですごいじゃん。で、新人戦は多分1回戦で負けて、で、最後学走も多分16、あ、16じゃないな、1回戦か、多分。県体で。うん。高校の時は俺らの代は、いやもう全然ですよ、もう川口市内でベスト8ぐらいでした。あ、県体行けてない。出てないんで。新人戦も、学走もどっちも8でしたね。で、高校行くじゃん。高校全然違う。全然違う。なんか 話したかしなかったの？高校そんなだったよね、多分。そんな、もう親同士がよく会ってて、ちょいちょい話聞いてたぐらい。で、俺がこっちにいる期間少なかったから。中学の時は一緒にまあ、サッカー部じゃん、一緒に遊んだりしない？もう中学からはあんましてない。今してたよね、ちょくちょく一緒にサッカーしたり家行ったりとかしてましたね。それでも高校の進路の話はあんましなかった？ほぼしないね。なんか翔、あ、なんか長野行くんだぐらいですね。それいつ決まったんですか？いや俺もうトレセンの最後で決まったの、11月の終わりとかっすよ。だいぶ遅いね。めっちゃ遅いです。めっちゃギリだ。
聞かされた時びっくりしなかった？特に。いや、びっくりしました。どこ行くんだみたいな。知ってた松本国際？いや、特に高校をあんま知らなくて、なんで、翔が行くんだから強いんだろうなっていうぐらいでした。あ、それぐらいもう翔子じゃ別格。はい、別格でしたね、中学校の時から。ですね。本当に。高校じゃ、でも中学校からトレセンするね。そうです、中学校3年間トレセン入ってました。それは県、市？市です。川口市のトレセンって何人いけるの？多分100人近く最初来てて、うん、でそこから残ったのが多分20いかないぐらいだったんで、20いくぐらいだったんで。それは範囲的にはクラブチームの子も来る？いや、クラブチームは来なかったですね。公立中の子たちだけ、はい、の上手い子、その学年で上手い子たち20人ぐらいがトレセン活動するって。そうです、はい、でそこから県南に入るの？南部？そうです。俺、川口1年の時行かなくて、どうせメンツみんな一緒だろうなと思って行ってなくて、県南から行ったんですけど、県トレからクラブチームと一緒になりましたね。県南はじゃあ、あれなんだ、普通にまた公立中だけの集まり？そうです。県南ってどうやったら行けるの？推薦？推薦ですね。トレセンコーチの？そうです、トレセンコーチの推薦で。じゃあ川口市のトレセンで翔がうまいってなって県内に呼ばれたってこと？いや、俺はあの先輩たちの試合に出てて、そこから直接拾われて県内に行きました。そのパターンは一番いい。県南もから県トレも進んだり？進んだりす。ほぼほぼ県南ではやってない？やってないっすね。夏ちょっといたなぐらいの記憶しかないです。でもうそこからずっと県トレ？関東行ったり県トレ行ったりです。関東では試合がないんで、はいはい、あの関東 AB で分かれてて、そこでずっと紅白戦やってみたいな感じだったんで、うんうんうん、まあ試合出たりしたのは県トレ。関東行けばナショナルに行けるってこと？そうですね。関東の例えばその中の 10人もいないか？10人もいなかった。関東の中の上手い子たちがナショナルに呼ばれて、そこから全国になるのか？そうです。関東トレセンで大会出るのは一切なし？俺はなかったです。あるのはあるの？いや、多分ユニフォームとか練習着もなかったんで。あ、じゃあ多分ないと思います。県トレで大会出るとかはあるんですか？ありました。高校決まったのが県トレの最後の大会でした。へ、で、スカウトが来てて？あ、そうです、もう全部埋まって、ナックファイブだったんですけど、はいはい、もう半側全部埋まっててって感じで、スカウトみたいなので、そこで声かけてもらって、一番頭悪そうなとこ行きました。勉強できないから。何個かじゃああったんだ、選択肢は？そうです、14校ぐらい多分声かかって。そうです。めちゃくちゃすごいじゃん。もうこうきこちはそういうのなし、ないっすね。市のトレセンでも市のトレセンの大会みたいなのはあるんですか？市対抗とかで？ありました。それ多分中学校2年生の時に、なんか浦和カップっていう、そうそう、アルディ、レッツ、で、あと他の埼玉市とか、いろんなチームが集まってっていうのありましたね、大会は。だ、そういうので推薦決まる子もいるっちゃいる？どうなんでしょう、それあんま聞かない？聞かないっすね、その大会は。じゃあもう県トレぐらいに行ってないと？多分そうですね、うん、じゃあ推薦も特になし？もちろんっす。なるほど、全然です。でも賢かったんですよね、まあ人並み。でも高校の偏差値めっちゃ高いっすよね？いや、めっちゃではないです。倍率多かった？倍率が、あ、倍率がすごいね。くて高校入試にしては県1位に争うぐらいの倍率ではありました。人気なんで？はい、人気でしたね。だって、え、一律？私立って読むのあれ？いや、川口私立。あれ、川口1年？川口私立ですね。はい、もうあれはあの合体し、何校かが合体してあれになったんでしょう？そうです。それの合体したてで倍率が上がったってこと？そうです。でも校舎も全部綺麗になったんで、はいはい、なんでえぐかったですね、倍率は。で、グラウンド芝になったのは1年から？いや、俺が卒業してからっす。あ、じゃあ3年間の間土っす。土？はい。
土でやってました。学校の校庭で、はい、その合併する前のその3つの高校もグラウンドを行き来してやってました。本当に移動もだってあるってことだよね。そうです。まあでも移動はまあそんなに近いんですけど、うん、移動はありましたね。サッカー部自体は八幡木の時よりかは人数は減る、同じぐらいいる？50はいましたかね。あ、多いね。自分が高1の時はその合併したんで、3校生徒数も多いからか、はい、サッカー部が一気に合併したんで、はい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 、まあ、人数はまあ多かったですね、ここら辺にしては。松本国際は芝でしょ、練習は。そうです。学校の校庭で、もう人数が多かったんで E チームぐらいまであって、 A、B は、まあ、あのもうほんとど田舎なんであちこち芝のグラウンドなんですけど、 A、B が近くのグラウンドまで行って最初に練習で、 C と D が1時間半後にそこで練習で、 E チームは学校の校庭みたいな、うん、が1週間で回って順々でやってました。なるほどね。全部芝なの？全部芝です。すごい。人数はいる、その E チームまでいるっていうのは結構カツカツの人数で E までなのか。20人ぐらいですね、1チームが。ってことは100人はいるんだ。100人ちょいぐらい。そりゃすげえ。全部リーグ入ってたんですよ。県1、県2、県3、県4。全部じゃないわ、地域地域もあるんですけど、県の下にいない。いや、もうあのなかったっす。ああ、高校少なすぎてみたいな。そうだよね、なんか、うん、中部地方でしょ。北信越。北信越か。北信越って北信越リーグとかになるの？プリンスでありました。あ、そうだよね、プリンス、うん、プレミアは多分イーストになるの。そうっす、西日本と東日本。もし行けたらイーストになるんだ。そう。あ、どっちなんだっけ。あそこら辺って微妙だよね。東、多分イースト、うん、あれ名古屋ってどっちに入ってた？ウエスト。名古屋西だった気がする。ウエストじゃない、うん、でも名古屋の上でしょ。違うっけ。そうっす、名古屋の。じゃあ西なのか。いや、東じゃない。だって埼玉の隣っしょ、めっちゃ、うん、ちょっと隣接してる、うん、あ、じゃあ東か。東、静岡の上か、じゃあ。あ、そこら辺なんじゃない。よう分からんわ、日本地図。もう近くに岐阜あったなって感じ。あ、上に岐阜あったなって感じはする。はい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 、そんな感じか。なるほどね。あ、下山梨じゃない、多分。違うかな。あ、山梨かも。多分そうですね、多分、うん、部長とかは全然2人ともやってないの、高校からは。やってないっすね。副キャプテンも全然っす。まとめれず。いや、俺高1の時もなんか部長最有力候補みたいな、はいはい、あったんですよ。けど2年生の時に先生変わっちゃって、うん、で、そうそう、先週でももう3日前とかも監督とコーチと一緒にサッカーしたりご飯行ったりする仲なんですけど、その先生たちがなんか友達みたいな感じだったんですよ。なんで一気にだらけちゃって、でそれで、いや、こんなチームのキャプテンできないなみたいな。で、先生からもやってほしいって言われてたんですけど、固くなり断って、で、何もやってないですね。あ、嫌だったんだ。はい、嫌でした。なんで？遊びてたので。あ、自分が。はい、なんか楽しくサッカーしたいなと思って。はいはい、何もしてないです、高校の時は。高校の時、結構すごいじゃないですか。インハイだっけ、もう選手権もどっちも、うちも全国出て、はい、で国体も行って、はい、一番いい思い出とかあります？国体ですかね。国体は長野の国、あれ出てました。長野の国体で出ました。遠征で海外行けたから。そういうこと。そうっすね。初海外？いや、初ではないです。あ、グアム一回行ったことあって、はいはい、タイとフランス行きました、国体で。あ、すごい。そうなの、うん、行く。結構移動するね。めっちゃ移動しました。タイとフランス。1年の時がフランスで、2年の時がタイだった。で、それが一番の思い出。そうですね。ああ、でも選手権とかで点決めたのは、やっぱモテましたね。あ、松本国際って共学？でも、スポーツ推薦の子しかいないんですよ、はい、校舎に、はい。なんか、環境福祉課とかもあるんですけど、校舎がもう全く違うから、もうすれ違うこともない。うん、だからなんか自分よりこっちの女の子ばっか守ってくれそうな。逆に、うん、でもモテるんだ。もう他の過去から来るってこと。そうです。こういうコーチは？いや、全くないっすよ。もうそんな全くないっす。
一時期なんか翔コーチがあれいつだっけ、インターハイの県決勝だっけ、なんか決勝点決めた時、あ、こっちの方のテレビで出たやつ、あ、そうだ、なんか県決勝で決勝ゴールに決めたのがあったんですよ。でその試合結果って行ったの全国、その時になんかこっち地元でもうなんか神扱いされててみんななんか翔がやったぞみたいな、 SNS にバンバンみんなおめでとうみたいな、なんか羨ましいなとか思ってマジで神みたいな感じだったんで、あの時、はいはい、すごかったね、あれすごかったね、うん、友達じゃないやつも入れてたもんねマジで、うん、幸せだったテレビ乗って新聞乗ってそうだったね、新聞乗ってたね。その決勝ゴールって今も見れる、見れんじゃない、いやもう出てこないんじゃない、俺は持ってますけど、俺も持ってる、ちなみになんで保存してる森田翔決勝ゴールじゃ出てこない、ワンチャン出てくるんじゃない、松本国際森田翔とかで検索したら、いやもうないんじゃないですか、さすがにないか、俺もたまに気になって調べますもん過去の栄光さすがに出てくる何で、その時は何、ツイッター、インスタもありましたね、もうインスタ両方じゃない、うん、特にインスタとかはみんなもうストーリーに上げてましたね、帰ってきたらご飯行こうぜとか知らない人が知らないと同級生だけど有名人だったんだ、あの時でも大学は続ける気なかったんでしょ、そうですね、高卒でプロになれなかったらもうきついってか、もう久保くんとかと試合したりして久保建英さん、うん、諦めついたというか、はいはい、うますぎうますぎてえでもプロにはなりたかったの、なりたかったです、山田とパルセイロの練習会参加させてもらったんですけど、あのやっぱ大学生強すぎて何もできない、うん、何の音沙汰もなく終了、大学ではもうやらないって決めたんです、そうやらないっていうか、そのサッカー強いところが全部頭いいところで、はいはい、推薦もらったのがもう総計法政とか、はい、もうね、うん、無理だもんねみんな、高知卒業した頃俺2年生とかだって嫌だもん幽霊しちゃってね、うんうん、俺もう授業中起きてらんないからダメだよ、諦めました、ね、なるほどね、で、こっち帰ってきて、そうです、でも専門学校行ったんだもんね、専門学校行きました、で、ブクブク太って両校と同じでしょ、専門学校、あ、そうです、科は違いますけど学校自体は一緒なの、学校自体は一緒です、会ったことないけど、うん、そうなの、ここ卒業してこっち戻ってきたらすぐにエスプロのコーチになったの、多分バイト探してて、最初スパロイヤルって温泉バイトしてて、うんうん、サウナの掃除が辛すぎて暑いもんな、びっちょびちょになるから、うん、もうやめようと思って、で探してたらエスプロの求人あって、ワンチャンあんじゃねえと思って連絡したら、うん、公式 LINE みたいな、うん、なんか俺あれ定型文返ってくるのかなと思って、なんかみんなに送られる、うん、そしたら渡辺さんから来て、うん、俺だよ渡辺だよで面接行って雇ってもらったって感じですね。その時は翼コーチでしょ、そうです、俺が入った時は翼コーチが面接してくれたの、そうです、でも翔コーチが卒団生っていうのは知ってた、多分その時は渡辺さんと最初やり取りしてたんで、面接するまで、はいはい、多分それは知ってたと思う、最初から、あ、ちなみに今もう LINE は定型文になってます半分定型文、半分あの人言っとかないと温かいメッセージが全部返ってくるとは限らない翔コーチが高木コーチを紹介誘った感じ、はい、ちょうど何もしてなかった時期でしょ、そう、何もしてなかった、で、あの高木のお母さんがうち来てて、うんうん、もうあいつ家でずっと寝てんだよって言ってて、コーチサッカーうまいし、バイト行けんじゃねえみたいに言ったら本当に行きました。抵抗なく。はい。行こうと思って。バイトは探してはなかったの？その時、高校3年生の受験終わった後で、うん、なんかその卒業まで、うんうん、なんかひたすら何もしない時期だったんで、でも抵抗、もうバイト探すとかもなかったんですけど、なんか行こうと思って。遊びもしなかったの？遊びはしたでしょ？友達と遊んでましたけど、うん、遊ぶか寝るかだったんで。で、噂の日大へ。噂の日大へ。大変だね。大変ですよ、本当に。アメフトがなくなったしな。あ、なくなっちゃったんだ、もう。は
松本国際は噂にはなんない。なんないっすね。大丈夫。最近いろいろ問題があるけど、スポーツ界隈はそういうのはなし。先生は怖いの。みんな日体なんですよ。全員終わりだね。言う人全員日体。そうなんだ。もうやばいわ。あのマッサージとかしてくれる人、うん、もう日体。わけわからん。全員。なんか置いて帰るからみたいな、走って帰ってこいみたいな、うん、まあ、なんか言葉のあやじゃん、うん、マジで置いて帰る山の中にで、コーチは今も大学に通いて、そうです、通ってます、はい、もう卒業はしたんですよね、小コーチは。はい、専門学校に。で、今は料理人。料理人料理人兼サッカーコーチ。そうです。エスプロに入って2人、まあ、コーチになってから何か思い出あります？思い出っていうことだから、まあ、印象。もともと子供好きだったっていうのはありますけど、うん、やっぱ子供はもっと好きになりました、うん、まあ変な意味じゃなくてね。はい、ああもちろんもちろん最近デリケートだからめんどくさいね。そうですね、確かに、ね、めんどくさい。今もじゃあ楽しくやってる。そうですね。やめたいとかはない？ないです。うん、サッカーにはやっぱもうサッカーしかしてこなかったんで、うん、サッカーにはちょっとでも関わってないですね。小コーチ軍団がいる。オチビーズが。サック、この間頑張ってたよ。聞きました。エスプロカップ。マジでよかった。まあ、とりあえず、その2年生優先で出すってなって、はい、で、2年生出てて、で、途中でサックが出て、めっちゃちっちゃいね。知ってる？サック。はいはい、そう、めっちゃちっちゃいくて、なんかちょこまかけなんだけど、その、なんか足速いとかもないから、はい、なんか、まあ、そんなパワフルな感じでもないんだけど、でもガッツあるから、そうですね、ボロッかけて触りまくってて発声コーチに気に入られてた。超かわいいハムスターみたいな、ね、うん、でもこのちゃんと伝えた、あの小コーチに住所教えちゃダメって教えてくれんだよな。ちゃんと言っといた。本当に来ちゃうからダメだよ。変な人来ちゃうから、かわいすぎて、ね、変な人来ちゃうからね。ダメだよ。こういうコーチなんかあります？思い出というか、まあ印象みたいな。エスプロ入った印象どうでした？なんか俺、そのお姉ちゃん2人いるんですけど、下の子たちと関わってこなかった人生だったんで、うん、ずっと弟欲しいみたいなことを言ってたんですよ、はい、お母さんに。その弟みたいな感覚でなんか接してるんで、なんかもう可愛いっていうか、子供って可愛いんだなみたいなのは思いました。変な意味じゃなくてね。変な意味大事だから。じゃあ楽しくやれてる感じですか？はい。選手クラスの試合も帯同しますけど、はい、いい感じですか？はい。もうみんな素直で、だんだん上手くなってきてるんで、うん、いい感じですね。いい感じだね。はい、で、ちょっとエスプロラジオで毎回聞いてるんで、エスプロのいいとこ、なんか思いつくことあったら、まあ、最近のでもいいし、昔から変わらなくてもいいから、小コーチなんかありますか？全体的に仲いいというか、うん、優しい子が多いイメージで、うんうん、その木曜日見てるところでは、うん、そのやっぱもうほぼ毎週ってぐらい体験の子が一人来るから、うんうん、もうみんな普通に喋りかけに行ってくれるから楽しくやってもらえていると思いますね、うん、全然排他的ではないね、はい、フランクだね、はい、上の子もその全体でアップするようになって、うん、ちゃんと教えながらやってくれるし、うん、やっぱ優しい子多いなって感じますね。それすごくいいですね、まあ、みんなに言うね、いい子が多いってね。はい、そうですね、みんな言います。エスプロのいいとこ何かありますか？いい選手でもいいですけど。ああ、なるほど。いいところ、まあ、そうですね、エスプロのコーチたちがやっぱみんなイケメンってところですかね、うん、そうでもないか。そうでもないか。やばい、そうだよ。今のやばかったよ。そうでもないか。完全時止まった。もう大会1分経ったもんね。ぐらいですね。やっぱコーチが本当にみんな優しくて、やっぱかっこいい。やっぱ子供たちも本当に素直なんで、いいですね。アットホームみたいな。主に誰がかっこいい？主に、やっぱ俺。違うかー。ちなみに、翔コーチが、その、昔にいた時と、今とで、ね、なんか変わったこととかあったりしますか？いやでもそんな、ない気がしますね。雰囲気も優しい感じのまま。そうですね、変わってないと思いますね。エスプロ自分が入ってた時の子たちと今も
遊び行ったり飲み行ったりしてるからやっぱ昔からみんな仲いいです。うん、仲いいね。それめっちゃ仲いいです。だってもう 21?2 だ。でも10年ぐらい経ってるわけでもね、卒業して。そうだ、もうそれこそみんな小学校一緒なんで。ああ、そっか。もうずっと小学校、幼稚園一緒の子もいるし、そのグループに。はいはいはい。旅行も行くし。仲良。コンビニ行けば誰か知れますね、大体。みんな近所なんで。高校じゃそういうのがない。あるでしょ、でも。小学校の時のことですか。もうなんか、一緒のサッカーチームでやってたこと、また遊んでるとか。今あんまない。全くないです。全くないです。まあ、連絡先は知ってるんですけど、はいはい、遊ぶとこがないですね。はい、まあ、エスプロのいいとこだね、じゃあ、そう考えたら。そうですね。今も続いているということで、そろそろお時間が来てしまいました、はい、お二人にまとめたっていうか、まあ共通点が多い二人だから二人に一緒に来てもらった感じなんですけど、最後になんかお互いなんか思ってることあります？思ってること、でも俺はあれですね、このクラブに入ったのも勝負のおかげなんで、うん、いや感謝してますね。顔が嘘っぽく。ちなみになんでコウキ以外は誘わなかったの？コウキ以外も誘った？誘ってないですね。じゃあカナタとネオは全然違う。あ、カナタとネオは気づいたらいました。でも卒男生だもんね。そうです。3人が前朝日入れたり4人か、そういうのが増えていくといいんだけどな。そうっすよね。下がね、いないですね。下があんま続いてないね、うん、興味持ったらコーチにも来てください。お願いします。はい、お願いします。ということで、今日はお二人に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。こんにちは。では、コツ最後に一言何か締めて終わってください。出たー、出ました、このパターン。あ、そうでした。今週、学校最終日なんで、ね、年内の。なんで、俺の一日ルーティンを取ってくるんで、それをお楽しみに。あちこちが編集するんで、お楽しみに。全カットだね。出ない可能性もあるんで。でも動画は撮るんで。ということで、お楽しみに。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。